ジョルジ・ベンジョールは、ブラジルリオデジャネイロ出身の歌手でギタリスト。サンバにソウル、ファンク、ロックを取り入れた、サンバホッキのスタイルを確立したミュージシャンとして知られ、ブラジルでは知らない人はいない。人種や老若男女問わず広く一般大衆に好まれ、ブラジル人は、彼の曲をよく口ずさむほどである。彼の作曲で知られる楽曲に、 セルジオメンデスのヒット曲としても知られるマシュケ・ナダがある。またタージ・マハルなども有名で、この曲は2008年8月まで、トヨタのヴァンガードの CM に使用されていた。初期は、エチオピア人である母方のせいからジョルジ・ベンと名乗っていたが、後に1989年のアルバム、ベンジョルより、ジョルジ・ベンジョールと改名した。ベンジョールと表記されることもある。 父親のアウグストは、公安の労働者で、エスコーラジ・サンバ・アカデミコス・ド・サルゲーロのメンバーであり、また、ビスポ地区にあるブロコ・カルナバレスコ・コメタス・ド・ビスポの創立者であった。母・シルビアは、エチオピア系移民のブラジル人である。彼は、少年時代から、父親の身を見真似で、サンバに親しみ、打楽器を叩いていた。その後次第に、ギターも弾くようになり、 17歳の頃には一般的なカリオカとして音楽とサッカーに親しんでいたという。特に少年期はフラメンゴのジュニアクラスの選手だった。これらから今でも彼はサンバはサルゲーロ、サッカーはフラメンゴのファンとして知られる。18歳で兵役を終えると音楽の道へ進むようになり、コパカバーナ地区ドゥビビエル街のナイトクラブが集まる場所であり、 また、ボサノバ誕生にも大きく影響した有名な、ベコダスがハーファスで、プロとして出入りするようになる。彼はその一つであるボトルズというクラブで、後に、ヒット曲となる、ポルコーザでボセ、メニーナやショービーシューバを歌っていたが、そこで客がヤジを飛ばして騒いでいたのを、ポリグラムのディレクターであるアルマンド・ピリチアーニに、見出された。1963年、コンチネンタルレーベルで、 シングル版のマシュケ・ナダを発売。その直後、フィリップスレーベルでサンバエ・スケマ・ノーボを発売2ヶ月で10万枚を超すセールスを記録した。このことから、エリス・ヘジーナ主会のオフィーノ・ダボサやブラジルの大人気歌手であるホベルト・カルロスのジョーベングアルだといったテレビ番組にも出演した。しかしこれらはまだ彼の人気が爆発的なものにはならなかった。 1966年、アメリカで2年前から活動していたセルジオ・メンデスが、セルジオ・メンデスブラジル66というユニット名で、彼のマシュケ・ナダやショービー・シューバを取り上げ、録音。マシュケ・ナダがポピュラーチャートでも大ヒットとなったことから、彼の名前がアメリカや日本など、世界的にも知られるようになっていった。また1968年には、 エリス・ヘジーナがザズエーラをヨーロッパで大ヒットさせた。翌1969年、ファンであるフラメンゴの優勝を祝って彼が作曲したパゼ・トロピカルがブラジルでも大ヒットした。この数年で彼を取り巻く環境が一気に動いた。1970年代に入ると彼はヨーロッパツアーに出かけ、 さきのエリスが歌ったヒットによりパリなどでも熱狂的に迎えられた。また1972年には日本公演も行う。まだ彼の名前は日本では知る人ぞ知るという程度であったが、バックバンドの鳥をもことを従え、2月18日の大阪に続き、21日の東京の日比谷公会堂で行われたショーに出演。この時の会場は、 招待客を含んでいたが、彼と取り読むことの迫力のある演奏に圧倒され、その場に居合わせた人々の間では、伝説となっている。なお、この演奏は、ジョルジ・ベンオン・ステージとのタイトルで2枚組 LP として、日本独自で一度発売されたが、現在はすでに廃盤となったままで、CD 化を望む声は多い。1975年には、 パリのオランピア劇場でショーを大成功させ、さらにジルベルト・ジルとのジャムセッションを収録したアルバム、ギル・イ・ホルヘを発表した。しかし1970年代後半に事件が起こる。1979年に大ヒットになったロッド・スチュワートの曲、アイム・セクシーについて、ジョルジ・ベンジ作のタジマ・ハールの盗作であるとして、訴訟沙汰になった。 これは、両者の曲の制作年から、田島ハールの方が古く、ロッド側が彼の曲を聴いて、すでに知っていたとして敗訴、ジョルジ・ベン側の全面勝訴となった。そして、アイム・セクシーの印税は、ユニセフに寄付されることとなる。ロッド・スチュワートは2012年の自伝の中で、無意識に盗作していたことを認めている。しかし、 その盗作疑惑や名前がアメリカのジャズミュージシャンであるジョージ・ベンソンとよく間違われたこと、また自身の音楽の確率に悩んだことなどから、以降いくつかアルバムやヒット曲を飛ばすも、しばらく目立った活動は少なくなっていた。また、この間、彼の音楽に対して、ポストボサノバやサンバホッキなどと形容されることも多かった。しかし、彼自身この時期には、 よく聴いていたロックやファンク、ソウル、はたまたリンガラなどをも取り入れ、独自の音楽性を形成していった。そして1989年にアルバムベンジョルの発表を機に、名前をジョルジベンからジョルジベンジョルに改名、コンスタントにアルバムを出し、1993年には再来日も果たした。また2008年9月7日には、 第3回ブラジルフェスティバルのために来日、代々木公園にて、無料ライブが開かれた。彼の音楽性として、カリオカの美学が挙げられる。リオの一般庶民の娯楽であるサンバやサッカー、また、ブラジル人の女性などが、歌詞に織り込まれ、また彼の歌詞の中には、サッカー選手やミュージシャンに限らず有名人の、名前などが出てくることが、リオのセンスをよく表しており、 同じブラジルでもサンパウロにはない感覚だと言われる。中でもカミサ・ジューダ・ゴベヤはジーコに捧げた曲として知られる。またフィオ・マラビーリャはフラメンゴの選手で友人だったフィオに捧げた曲だったが、フィオ自身が名誉毀損だと言い出したことから使えなくなり、フィーリョ・マラビーリャに改めたというエピソードがある。彼は多くのミュージシャンから敬愛され、若手からもリスペクトされ続け、現在でも よく彼の曲が取り上げられる。また、リオの海岸であっても、気さくに挨拶し話してくれることなどから、多くの人たちに愛されている。ホルヘベン、1972。ありがとうございます。